国政のすべてをひたすら人民の権益と祝願の実現を目指して服従させる偉大な統治王の歴史的な選択と大決断によって、スパート国家の変革的な路線に策定明示された地方発展 20×10 の政策を力強く進めるための巨大な地方工業革命が開始されました。諸村労働党中央委員会第8期第19回政治局拡大会議の決定によって実行される残酷的反逆の近代的な地方工業工場の建設は、向こう10年前に地方経済の世紀の変革を遂げて国中の人民の物質文化生活を飛躍的に向上させ、社会主義全面的発展に巨大な活力を吹き込む未曾有の創造体制です。地方発展 20×10 の政策、村長郡地方工業工場建設の着工式が2月28日盛大に行われました。諸村労働党総書記で諸村民主主義人民共和国国務委員長の敬愛する金正恩同志が着工式に臨席しました。諸村労働党中央委員会政治局常務委員会委員の党中央委員会総合委員組織担当書記と諸村労働党中央委員会のリ・イルファン、キム・ジェリョン、チョン・ヒョンチョルの各書記、諸村労働党中央委員会リ・ヒヨン第一副部長、諸村労働党平壌南道委員会リ・ジョンチョル責任書記、地方発展 20×10 非常設中央推進委員会のメンバー、各省中央機関の人、平安南道と村長郡の勤労者が着工式に参加しました。カンスンナム、チョンギョンテクの両同志をはじめ国防省の指揮メンバーと諸村人民軍各大連合部隊長、建設に加わる人民軍軍人が参加しました。諸村民主主義人民共和国の国歌が厳かに奏でられました。金正恩総書記が意義深い演説を行いました。金正恩総書記は、地方発展 20×10 の政策の実行のために新しく編成された諸村人民軍第124連隊に連隊の旗を授与しました。金正恩総書記は着工を記念して建設の桑入れをしました。金正恩総書記が直接葉っぱのボタンを押すと、歴史的な地方工業革命の開始を告げる爽快な爆音が響き渡りました。金正恩総書記は建設連邦の軍事政治指揮官とともに意義深い記念写真を撮りました。敬愛する金正恩総書記が2月28日、地方発展 20×10 の政策、村長郡地方工業工場建設の着工式で意義深い演説を行いました。金正恩総書記は、地方が変わる新時代をもたらすための偉大な闘争を宣言する歴史的意義に触れ、党中央委員会と共和国政府を代表して軍人建設者と非常設推進委員会のメンバー、各省中央機関をはじめ関係部門の人、平安南道と村長郡の勤労者に熱い戦闘的挨拶を送りました。そして我が党の宿願を実現する10年革命の前衛に人民軍を押し立てた党中央の意図について改めて明らかにし、地方工業発展の政策執行でしっかり堅持すべき原則的諸問題と課題を示しました。その後の対策は、人民軍軍人は人民への献身的奉仕を大阪の本軍として心に刻みつけ、地方の発展を急進させる大変革の時代を自信に満ちて創造していくものとの確信を表しました。偉大な金正恩国防委員長の生誕82周年に際して、各国の人たちが談話と本を発表しました。コンゴ民主共和国の共産党書記長は談話で、金正恩国防委員長は国の繁栄と人民の幸せのために生涯を尽くしたとし、国防委員長が歩み続けた愛国と民主の長い道のりによって、諸村の国力は著しく強まり、富み栄える国づくりの万年の土台が固まったことに触れました。ルーマニア勤労者協会書記長とスウェーデン諸村友好協会会長、
ルーマニア民族社会主義党最高理事会委員長は文で、金正恩国防委員長の不滅の業績を熱烈に称え、国防委員長の導きのもと、朝鮮人民は最悪の試練と難関の中でも、社会主義強国建設の転機となる局面を迎えたと書いています。南砺市の数十人の青年が、党中央委員会第8期第9回総会の決定と、共和国政府の施政方針にのっとり、社会主義建設の主要現場にまたもや志願しました。社会主義建設の主要現場に志願した青年たちを祝う集いが、南砺市芸術学校で行われ、関係者と青年同盟の活動家、青年が参加しました。次第では志願者たちに志願証書が授けられ、祝辞と決意の表明がありました。新しい持ち場へ立つ志願者に、幹部と青年学生が花束を持たせて励ましました。海沿い水産事業所の漁労船団が、今年初めて漁に出かけました。2月28日、漁場へ向かう初の漁労船団を、水産部門事業所の人たちが見送りました。党中央委員会第8期第9回総会の決定にのっとり、漁獲量を上げる熱心に満ちている漁労工たちを、従業員と家族が励ましました。一方、三河チョロシャン両ガムポ水産事業所でも、船の修理整備を着実に行い、能率的な業務を十分確保するのに力を入れて、出漁の準備を終盤で進めています。平壌市の学校などで課外クラブ活動が活発に展開されています。南平で学生少年宮殿では、科学、芸術、スポーツのクラブ活動で、原理、ビジュアル、実物の教育を強化し、生徒に短時間に多くの認識を与えています。これとともに発表会、コンクール、シャーなどを通じて、実践実技能力をより高め、学んだ知識を固めるようにしています。平壌区域ポンハク高級中学校では、生徒の個性と素質によって、数十の課外クラブが積極的に運営されており、学習に対する生徒の熱意を高め、クラブ運営の総括を着実に行って、インストラクターの責任と役割を高めています。傀儡韓国で、アメリカと傀儡戦争教の侵略的な合同軍事演習策動を糾弾する戦いが続いています。アメリカと傀儡戦争教が3月、大規模な合同軍事演習を強行しようとすることを受け、2月27日、ソウルの傀儡大統領室周辺で、ある市民団体が記者会見を開きました。発言した人たちは、ユン・ソクヨルが拡大抑止力強化の名のもと、侵略戦争を狙うアメリカとの合同軍事演習を画策している。戦争を呼び寄せ平和を破壊する戦争演習策動に歯止めをかけることだけが、戦争の惨禍を防ぐ唯一の道だ。各界が戦争を防ぎ平和を実現する戦いにこぞり立とうと述べました。朝鮮中央通信社が、これ以上、故意暴落を享受するようにしてはならないと題した論評を発表しました。論評は次の通りです。米国務長官のブリンケンがミュンヘン安保会議で、国際制度の食卓に座らなければ、メニューに載せられてしまうと発言して、国際的物理を醸し出している。このヤンキー式政府は、強者は食卓で相手を食い、弱者は必ずメニューに食い物の材料として載せられなければならないという意味で、米国が追求する国際秩序が他ならぬ動物世界の生存法則、力の論理に基づいたものであるということを赤裸々にさらけ出したということに問題がある。他のところでもない世界の安全保障問題を論じる国際会議場で、一個の大国の対外政策を総括するというものが、聞くにも決まり悪い、それほど低劣で卑俗な妄言をはばかることなく並べ立てたことに、唖然とするのを禁じ得ない。しかし、自分らが唱える規則に基づいた世界秩序というものが、まさに弱肉強食が乱舞するジャングルの法則ということを、世界が再度はっきり知るようにしたのは、幸いなことだと言わざるを得ない。これについて、ロシア外相は、米国は他国に自分らの国際システム食卓に座って共に食事をするか、
出なければメニューに載ることを要求していると糾弾し、中国のグローバルタイムズ紙は、今ワシントンが公式的にはいわゆる規則に基づいた世界秩序という外交的習字を言い立てているが、これは鉄砲設備、相手に対する強要化抑止、非難の道具となっており、米国の覇権的企図を隠蔽するための手段に悪用されていると暴いた。内外が公認しているように、国家発生の始めから見ても、今まで存在してきた経緯から見ても、弱者を食わなくては改善することのできない国が、まさに米国である。インディアンを全滅させた血の海の上に建てられた米国は、第一次世界大戦までの134年間、114回の大小侵略戦争と8900余回の軍事的干渉をこととしながら、他の国と民族を平等霊俗させて領土を本来の10倍以上拡張した。第二次世界大戦以降にも、我が国とベトナム、イラク、シリアをはじめ世界の各地で数多くの戦争と軍事的干渉を通じて肥大になり、特権的地位を維持してきた。一極世界が崩れ、多極化された新しい国際秩序が樹立されている現世紀にも、力に対する過信に陥って、覇権的かつ侵略的な生存方式対外政策を必要に追求して、世界の安全と安定を担保に倒している。現在の中東事態が解決の兆しを見えず、引き続き悪化しているのも、米国の動物的本能の論理としか説明することができないだろう。最近、米国のニューヨークタイムズ紙は、動物王国を通じたのか中東と題する記事で、中東ジャングルの王になろうとする米国をライオンに、中東諸国を寄生バチイラガに比喩しながら、寄生バチを殺すために米国がジャングルをそっくり燃やすことを誇示した。これによって自分らの試合野望実現のために中東諸国、中東全体を生贄にする大国の象が暴落する余地もなく証明された。結局米国は食卓に座って飽食を楽しみ、パレスチナをはじめとする中東の多くの国と民族はメニューに食い物の材料に乗せられ、イスラエルは米国の口に合わせて料理することに腕前を見せているのである。人類文明の時代に侵略と戦争を整理とする米国の弱肉強食の世界観、覇権主義的対外政策は絶対に許せない。米国がこれ以上世界を相手に食い道略を享受するようにしてはならない。以上でこの時間のニュースを終わります。担当はオーユンスクでした。こちらは朝鮮の声放送です。尊い呼び名。朝鮮人民軍は共和国と人民の尊厳安全の頼もしい守り手、人民の幸せの創造者です。国の防衛も社会主義建設も全て我々が引き受けよう。これが人民軍が掲げたスローガンです。朝鮮人民軍は人民から人民の軍隊、栄冠の軍隊、階級の軍隊、誰よりも先に苦労を進んで引き受ける軍隊、犠牲をものともしない軍隊と呼ばれています。この日の全ての尊い獲得物にはまず人民軍が貢献した跡が残っています。今年1月末に行われた朝鮮労働党中央委員会第8課第19回政治局拡大会議では、地方発展 20×10 の政策が確定し明示されました。会議では近代的な地場産業工場の建設を毎年20個の軍ずつ推し進めて、10年間に国中の全ての市郡にある地場産業工場を維新する課題が示されました。敬愛する金正恩総書記は人民軍にこの課題を与えました。金正恩総書記は会議で、地場産業発展のための建設現場に最も活力にあふれ戦闘力のある人民軍を押し立てたとし、人民軍は朝鮮労働党の宿願である革命課題を実行するこの大建設でも当然基地となり主人公になるべきだ。人民の幸せの創造者守り手の尊い呼び名を守り通すべきだと言いました。
人民軍は共和国武力の最高司令官である金正恩総書記の命令と指示を常に無条件に正しく徹底的に実行してきたように、新法発展 20×10 の政策も寸分の狂いもなくやり遂げるでしょう。尊い呼び名、講談師とお話ししました。メロスさんは発見のためです。三本堂金の海には食品工場をはじめ近代的な地方工業工場と多くの住宅が建設され、住民の生活に抜本からの変化が起きています。と言いますと、数年前までも日本和人は生活条件が苦しく経済的土台も貧弱でした。その上、2020年8月には災害を伴う空中豪雨が襲いかかります。敬愛する金正恩総書記は災害性豪雨と大水に見舞われた日本和人の被害状況について、富士山について強力な建設チームを派遣します。そして被災地域を所住民の要求と望み通りに姿を一新させることについての具体的な課題を与えました。被害地球最終の10月1日キムハ郡を訪れた敬愛する金正恩総書記は、軍の経済生活の重要な基盤である地方産業を発展させて、生活を一段階向上させることについて言いました。数ヶ月後の2021年2月に行われた第2回総会で金正恩総書記は、キムハ郡の地方工業工場を立派に作るようにと言いました。そしてキムハ郡の地域的特性を生かして生産指標を確定することから、工程設計と生産規模、竣工後の工場の正常運営に至るまで精力的に指導しました。こうして短期間に矢先の山間部のキムハ郡が移り変わりました。キムハ郡では郡内の林業と資材で地方工業工場の生産も活性化しています。金正恩総書記は朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議第14期第10回会議で金正恩総書記が収めた成果について高く評価し、各市、郡が金正恩総書記のように思い切って地方工業工場の建設と原料源の造成を同時に進めるなら、いくらでも地方の経済を盛り立てることができると強調しました。そして近代的な地方工業工場の建設を目指し、20個の分布、確かな政策的課題として党が直接受け持ってしっかりと実行して、10年内に全国のすべての市、郡、言い換えますと民衆の人民の基本的な物質文化生活水準の一段階飛躍させようとすると言います。まさにこれに人民生活の向上を重要な国策とし、人民生活に抜本からの変革をもたらそうとの金正恩総書記の深い意図が込められています。地方経済の発展のために東大市長の